こんにちは。はじめまして。工業大学で土木工学を卒業し、それからは建設会社で施工管理職を1年間経験してきました。日本語は3ヶ月間基礎を学び、それからは自分一人で独学してきて GLPD2 級に挑戦し、一発で合格しました。今は日本語の家庭教師として活動しております。これからは自分の日本語能力をフルに発揮し、社会に貢献していきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。自己紹介をさせていただきます。はじめまして。今は24歳です。福岡大学で土木工学を専攻して、2020年2月に卒業しました。私は2019年10月から今まで日本語を勉強しています。2020年2月にネットデスクの NU に合格しました。そして2020年7月に日本語の能力試験 N3 を受けるために準備しました。しかしこのテストはコロナウイルスのせいでキャンセルされました。私は N2 の勉強を続けました。大学では土木工学を専攻して理論と実用試験にいい成績で合格しました。そして私に建物の建設や道路の建設に関するたくさんの経験があります。著書は私はとても積極的な人ということです。そして私はチームワークに柔軟な性格があります。先輩や仲間から尊敬されています。失敗は成功の元という話を持って何度も失敗しても諦めないです。大学で行われた第1回と第2回の科学と技術に関する公開会議にボランティアとして参加したことがあります。山登りと旅行することが私の趣味です。将来の夢はプロのエンジニアになりたいことです。以上です。どうぞよろしくお願いいたします。どうも、はじめまして。26歳です。独身です。私はハワイ出身です。2018年11月に土木専門で大学を卒業しました。卒業してから日本に行って働きたいと思って日本語を初めて勉強しました。今は日本語能力の N3 を合格して現在は N2 を続けて勉強しています。私は日本の技術と日本の文化にも興味があります。卒業してから、日本語を今までずっと勉強していますので、日本語と技術を活躍できる日本の株式会社で働きたいです。よろしくお願いいたします。今年26歳です。出身は燕京です。2017年に工科大学を卒業しました。専門は土木です。2019年に N4 レベルを合格しました。今 N2 レベルを続けて勉強しています。一方で子供たちに日本語を教えています。私の説明で相手の人がわかるとき、とても嬉しいです。仕事についてお解き方ができます。今、弁務も勉強しています。経験がないですけど、仕事でよく使うように頑張っています。3ヶ月インターンシップことがありました。そのインターンシップで、ライカーという測量の使い方を学びました。私はグループと活発できます。新しいことを学んで難しいことをチャレンジしたい強い気持ちがあります。どんなチャレンジがあっても精一杯頑張ります。はい、以上です。よろしくお願いいたします。はじめまして、一番27歳です。私は2011年に高校を終わって、2011年12月に工科大学を入学しました。
私は子供の頃から絵を描くのが大好きです。あと、私の祖父も立派な大工なので、私は子供の頃から将来にエンジニアになりたいという夢がありました。だから私は大学で土木専門を専攻しました。大学で5年間学んだ後、卒業して、私一番やった仕事は道路を作る会社です。その会社で私は6ヶ月間働きました。あと2番目の会社は道路も建物も作る会社なので、その会社で私は2年間働きました。その会社で私は CAD を使って、設計をすることもあるし、現場エンジニアとしてもやったことがありますので、その会社ではいろいろな経験を得ることがありました。あと、2019年6月に私は N5 から N3 までを学びました。2019年12月に GMBT と NETEST の N3 レベルの試験で、合格、試験を受けて合格することもありました。前、私は、ミャンマーにある日本の会社で、面接を受けて、合格したことがありました。その会社で私は採用された後、日本へ行くことを待ちながら N2 レベルを勉強されることがありました。でも、コロナウイルスの影響で日本へ行くことは落ち込くなって長時間になりました。2021年6月に日本にもコロナウイルスの影響で仕事が少なくなって、ミャンマーにも政治の状況は不安になりましたので、日本へ行くことは難しいという理由で、契約をキャンセルされました。でも今私は田舎に帰って、家族と一緒に住んで、家の仕事を手伝っていますので、日本語と離れているのは、長時間になりました。なぜなら、家には、仕事も、多いし、勉強する時間もあまりないので、いろいろなことで勉強に、集中できないことになっているので、日本語と離れていることに、なりました。なぜ私が日本で働きたいのか、日本は技術も進歩しているし、社会環境もいいし、景色もとても綺麗なので、私は日本で働きながら、働いて、貯金して家族にサポートしたいです。日本で得る経験と、知識を利用して、将来に立派なエンジニアとして年を取るまでに、働きたいです。はい、以上です。よろしくお願いいたします。